テストということになりますからね、まあ、ついついタイムというのを気になるというところもありますけれども、あくまでもベリータイヤ側からこなすというのが大事です。なんならグランプリウィークは自転車で中性バイコス走って出勤してましたからね。あの映像を見たとき本当にびっくりしました。さあ現在コース上走行しております一歩コーナーを駆け上がっていくところ、さあ次はバーベキューマンチーム角田裕毅選手です。
ょっとして美咲アッシュアップ RB F1 チームのテストは終了という可能性もありますね。まあ、あくまで可能性ですからね。まだ相当可能性なんですけど、Thank you.
速1分37秒8です。そしてその前には1分37秒0、かなり開きがありますね。1分36秒その前で1分36秒4、その前には1分36秒3。その建物が建っているデビューやの案内のは
さあこれも新しいタイヤ履いて出ていきましたね。はい、あのピレリのスタッフさんは絶対にいるはずです。